開いて。ということは、こうなって、はい、こうなって、こうなって、逆、こうなって、ぐーっと持ってくる。はい、ね、だから、全く、普段やってる、非力の要請の通り、これやればいいっていう話になる。一つは、今言ったように、肘の問題ですね。肘がこう伸びたらなるんです。再三言いますけど、これがこう曲がってこないと、これにならないんです。ということは、こうなって、これが伸びたらなるんですね。これが曲がってこない。これは一つ。それから重心が前にグッ、軸足に腰が乗っていかないからですね。その動きでもって振りかぶらないということになるんです。ですから、こうなってますから、まずこう、ゲッ、こうなって、ゆっくりやる、ゲッ、こうなって、肘がガッ、開く、ぐーっと、はい、はい、はい、
そこで、今言ったこの2つやるんですよ。今日の課題、あと5分しかない。はい、はい、はい、これやる。1つじゃないのよ。こっちは余ってるじゃない。本当は後ろからでもいいんです。でまだそれともうちょっと変化しないといけない。はい、はい、はい、はい。そういうのがですね、できるなるんです、それやってりゃ、ね、だからゆっくりですよ。もう、ね、ゆっくりこう来るでしょ。こう来た時にぐーっとすどーん、はい、今やってるんですよ。